はい、皆さんこんばんは、和道です。珍しくトークやります。2018年1月の17日、23時57分です。よろしくお願いします。いや、今日のトレーニングめちゃくちゃきつかったんだけど、なんか結構いろんなジムのトレーナーさんがいて、元プロの方とかもいっぱいいるんだけど、今日の人はすげえよ。しごかれまくったわ。しごかれた、しごかれた。多分ね、今までの練習の中でね、一番汗かいたんじゃないかな。結構その本格的にやる人で、ミットも3回ぐらい持ってもらったんだけど、もうバンバン打ち返してくるみたいな。ガードが下がってる、バチーンって、空いてるよって。すごかった、もう。正直言うとね、まだね、2分戦える体じゃないね。1ラウンド2分も持たないんだけど、でもね、だんだんね、ドレさんの言う通り、パンチはこう打ち込んでいけば打ち込んでいくほど良くなるよって、だんだん打ち方分かってくるよっていう風に言われてたのが、よく意味が分かってきたね。だんだんね、最近ね、左フックがね、すごく良くなってきて、いけるなっていう感覚が出てきた。いけるっていう感覚が自分の中でね、こう手応えのあるパンチが打てるようになってきましたね。不思議なもんで。あと、もう、前回もそうだったんだけどさ、なんだろう、手荒れがひどくて、バンテージのせいなのか何なのかわかんないんだけど、すげえね、手が荒れるんだよ。もうなんかちょっとさ、なんつうの、これバセリンってさ、手に塗っても大丈夫なのかな？ハンドクリーム代わりにしちゃって大丈夫なのかな？すげえ手が荒れて痛いんだよね、ささくれっつうか。なんつうの、切れるっていうの。乾燥するんだよね。なんか最近この時間やってなかったから、この時間のリスナーさんもしかしたらいなくなっちゃってるかな。最近昼間ばっかりやってるからね、ちょっとバセリン塗り込みます。ゴールデンタイム全然やってないもんな。多分リスナーさんいなくなっちゃってるかもしれない。どうなの、最近この時間のふわっちは。全然放送見れてないよ。まあ、もともと見てないけど。全然見れてない。唇にも塗っとくか。手頃まで半年もこの地獄のトレーニングをさ、やらないといけないと思うとさ、つらいよね。つれ。なんか2時ぐらいにご飯食べたので、結構さ、ご飯大盛り2杯ぐらい食べちゃってさ、もう吐きそうで吐きそうで。朝飯食うぐらいがちょうどいいね。夕方にトレーニング、夜の7時ぐらいにトレーニング行くとしても、ダメだわ、吐いちゃいそう。だからトレーニング終わりにがっつり食べるべきだね。今日はまずかったよ、本当に。腹満たした状態でトレーニングやるべきじゃない。きつかった。でもだん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 強くなってるよ。だん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 強くなってる。まだまだね、KO できる自信っていうのはまだついてないけど、いけるところまで頑張りますよ。なんだよ、24人も見ててだ、誰も何にも言ってくんないの？こんばんはぐらい言ってよ。やりづれえわ。なんで24人全員ロム線なんだよ。ちょっとは盛り上げてよ、協力してよ。頼むぜ。
一緒に作ろうよ番組は。一緒に珍しくトークやってんだから。頼むぜリスナーさん。おい、マウイさんこんばんは。やっと来たよ。ありがとう。待ってたよ、コメント。今トレーニング終わり。トレーニング終わりで帰ってきたところ。お疲れっす。はい、テミさんこんばんは。よろしくお願いします。お、来た来た。ありがとね。こんばんは。ジムでトレーニング、そう、あのフィットネスだけどね、フィットネスだけどちゃんとプロのランカーとかがいる人を選んで結構本格的にやってるかな。まあメインはそのスパーリングとか禁止なんだ。マススパーリングとか普通のスパーリングとか禁止で、プロの人とかいないんだけど、結構まあガチ勢もちらほらいて、で女の人とか体動かす人がメインかな。ドルさんと相談してさ、あの俺体力ないじゃん、だからプロのジムに行っても、あ、プロの人邪魔しないでね、ワド君サンドバッグ叩いててねって言われちゃうよって、で半年経って終わりだよって。だったらそのコーチとかついてくれるのはフィットネスの方がミット持ってくれるし、技術的なことを教えてくれるし体力もつくから、お前はフィットネス行った方がいいよって言ってもらえて、でそのアドバイス忠実に自分もそうだなっていう風に思ってたからさ、あのフィットネス系の方に行ってるんだけど、でも中にはさ、やっぱりまあコーチとかはすごいそのプロのランカーさん、元ランカーさんとかだから本格的に教えてくれるし、うん、いい汗どころじゃない、今日はやばかったよ本当に。今日一番汗流した、すっごい大変だった。超大変だったよ、めちゃめちゃきつかった。花子いらっしゃい。牛丼屋行ってつゆだけダクダクで入れてもらうのはどうかしら、ちょっとよくわかんないわ、ごめん。ご飯はね、実はその今日ジム終わりで人と会ってて、でその時にねアップルパイみたいなの食べたね、ちょっと食欲なくて、なんかね体が教えてくれるんだよね、スポーツやってると今食べろとか、今もうお腹いっぱいだよみたいな、なんかね体が教えてくれるから、それに従ってがっつり食ったり食わなかったりっていうのをコントロールしてる。うん、チョリースおはよう。うん、今起きたの遅くね。うん、そう、それだけで、まあドリンクバーでドリンク飲んでたけど、なんかお腹は結構満たされてるっていうか、ちょっと吐きそうなぐらいだったから、トレーニング食欲ないんだよね。がっつり汗流したし、でもね増量を成功してるっていうか、結構その体が締まってきて体重が増えてきたから結構有利かなと思って、でなんだろう、コンビネーションとかもだんだん手応えが出てきたっていうか、サンドバッグの叩き方がやっと分かってきたね。サンドバッグが叩けなかったの、あれさ、こうサンドバッグが吊るされてるじゃん、で思いっきりボンって叩けばいいんでしょうと思うけど全然違うのよ。もう要は強く叩いてもグラングラン揺れちゃうので、なんて言えばいいのかな、
こうね、サンドバッグが吊るされてて、ダメな人のパンチ、力任せにバーンって吹くしたら、こっち側にグランって揺れるじゃん。これってダメなパンチなの。ストレートボンってやった時に、こう、向こう側に倒れるのって良くなくて、なんて言うのかな。それって押してるの。こう、グッて押してるから反動でグイーンってなるじゃん。でも、その距離が的確な位置でさ、こうパンって、点っていうのかな。その、パンって芯を打つようにすると、縦に上がるのね。ちょっとボンって。その、変なきしみじゃなくて、こう、ボン、ボンってこう、ボンって上に上がるの。不思議だけど。だからね、その感覚とかがよく分かってきたんだよね。パシはダメだね。パシは効かないパンチだから、なんていうのかな、こう、ボンっていう感じかな。音で上手い人と下手な人分かる。テミさん、バガーありがとうございます。風船もありがとうございます。ドス、まあ、重たい人はね、こう、ドってこう持ち上がるっていうかね、なんか人によって音が違うんだけど、その、早い人だと、パン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 、パンパンみたいな。なんかその、テクニカルっていうのかな。パンパン、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 みたいな音なんだけど、ハードパンチャー系の人が打つと、ボン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 、みたいな。こう、ドン、みたいな。そういう。そう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 。なんか音でね、あ、この人、うまいとか、わかるようになる。その、どの音がいいとか、パンチの質っていうのかな。もちろん体重が軽いとさ、その、ハードパンチ、パンチャーの人少ないから。うん、なんかその面白いよ。やっぱ上手い人は見てわかる。ドルさんがね言ってたんだけど、あの体って面白いんだけど、ダンスとかと一緒で綺麗な動きになるの。踊ってるみたいになるのよ。その理想的な動き方をする人ってこう綺麗なんだよね。だから美しい動きをする人っていうのは、その生態っていうの、そのなんとか学的に、その運動生理学っていうのかな、そういうので正しい動きができてるんだって。その人間が見て美しいと思う動きっていうの。バスケのバッシュの音みたいな感じ。バッシュのキュッキュって音ではないかな。うん。バッシュのキュッキュって音ではない。で、何がね、面白いかっていうと、パンチ打つじゃん。一番、おう、野立るさんいらっしゃい。どこが一番筋肉痛になるかわかる？ボクシングやってて。ボクシングやってて体のどこが痛くなると思う？みんな。予想でいいよ。予想。ボクシングやってたら体にどこに負荷がかかるか。これがね、意外なところなんだよ。あ、ここね。肩甲骨ね。ここも実際痛い、俺も。肩ができてないから。夏日さんはコツです。肩甲骨じゃないんですよ。これはね、経験者なら知ってると思うんだけど、あ、脇腹ね。腹筋もすごいトレーニングしてきたよ、今日。足なんですよ。ふくらはぎと太ももなの。パンパンになるよ。脇腹だと思うぞ。違うの。だから腕系だと思うじゃん、肩とか。下半身なの。びっくりするぞ。下半身がつってプルプルしてくんの。あのね、なんていうのか、シフトウェイトって言うんだけど、そのパンチって実はその手打ちって言ってさ、重たいパンチって手で打った方が重たいような感じがするけど、実はパワーっていらないっていう感覚がだんだん分かってくるの。スピードとコンパクトとインパクトみたいな、こうスパンってこう、なんつうんだろうな、スピードが乗っからないと当たんないじゃん。スパーリング痛いっすよ。痛いっす、痛いっす。もちろん痛い。アドレナリンが多少出てるから、あのまあ耐えられるけど、いいパンチもらったら次の日とか痛い、顎とか腕とか全身痛い。お腹打たれたらね、悶絶するし。ボディが一番きついかな。そうで、こうね、下半身の回転なの。もう背中を見せろっていうぐらいなの。この足から足を回転させてシフトウェイトして腰に伝えて腰を切るのよ。グイッていって、その反動で肩が回って手が後からついてくるっていう。バーンって、もうなんつうんだろう、振りかぶるように打つんだよ。こうか、こう。そうだからね、そのコマみたいに回転するのね。で、右ストレートってさ、まあ左足を前に出してるから突っかかえるの分かる。空手ってさ、足を出しながら打つんだけど、右手を出しながら打つんだけどね、ボクシングは足を前に出さないで回転させるんだよね。腰を切って
だからすごい複雑な動きなんだよね。それをね、なんかこう、体得する練習があって、まず足だけ回すっていうのと、よくね、右足を左足の内ももにぶつけるように回せって、便所さんにそう教わったんだけど、すごかったね。なんかもう、なんか変なところが筋肉痛だらけですよ。私は。拳も痛いし。今日はでも拳バンテージ巻いたから赤くなってないね。大丈夫ですね。そうそうそう、理にかなってる。のんちゃんもね、テニスのこうスマッシュっていうの、そのと似てるって言ってたよ、ドレさんの話聞いた時に。スパーンってこうスパーンって回るっていうか、怖い。男性の方ですかね、女性の方ですかね。フィットネス系のボクシングジムっていうか、そのボクシング教えてくれるけど、フィットネス系のところだと、僕が行ってるところ、スパーリングとマススパーリングっていうの禁止なんですよ。だから、そういうところ行ったら絶対怪我はしないですね。サンドバッグ、手首、グキッとかさ、なんか筋痛めちゃったりとかあると思うけど、運動だから。ただ、その打撃はなしなんで、そういうところいいと思いますよ。ボクササイズっていうのはリズムに乗ってさ、ツッチャズッチャ、ワン、ツー、ワン、ツー、はい、はい、みたいなところでしょ。ボクササイズっていうのはエクササイズとボクシングの融合だから、多分音楽ダン、ダン、ダン、ダン流したら、ワン、ツー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 、フック、ワン、ツー、ガード、ガード、ウィービング、みたいな、多分なんだけど、そういうノリだと思うの。ワン、ツー、みたいな、みんなで。多分そういうのとは違うね。俺が言ってるところは、要は初心者向けにやってるって感じ。まず、おはようございますって言って、1時間に1回こうコースが回ってくるんだけど、じゃあ、キックの方集合ですとか、ボクシングの方こちらですって言って、バーって移動して、1つの部屋の中で。で、その中で、ボクシングの人たちが集まって、こう、じゃあ今からやりますって言って、こう腕立て伏せのこれ版みたいなので、こう、なんつうの、30秒キープみたいな。ボクササイズをめちゃめちゃ痩せると思うよ。俺、飯食ってるから、体重キープしてるけど、体実際しまったもん。今多分ね、体重増えてんのよ。でもみんな、俺の体見たらびっくりすると思うよ。だるんだるんだったお腹。今、お腹に肉全然乗ってないもん。上半身脱いだら多分、えってなると思うよ。たった10日ぐらいで。もう劇的に変わってるもん、体が。でもね、ジムっていうか、そこによって教える人によって違うんだけど、3分で1分休憩とかもが普通なの。要は試合形式で3分、動いて1分休憩を繰り返すんだけど、でもね、便所太郎さんの、練習のところは5分やって20秒休憩、5分やって20秒休憩で、で、体育館だったからめちゃめちゃ地獄だったね。サウナみたいな感じで、もうずーっとずーっとやってるから、ドレさんのとこきつかったな。ドレさんじゃない、便所さんのところきつかった。すげえ地獄だったよ、本当に。もう、吐くわって。吐いたしね、実際。超きつかった。絶対痩せるよ。臭いっつうかね、もわーってこう、人間の汗のサウナだから、こもるね、やっぱり。換気をこまめにやってるけど。すげえ楽しいよ。まあでもいい汗かいてるよ、本当に。でも今日言われ、なんかね、よく言われるんだけど、運動やってましたよねとか、ボクシングやってますよねって言われる。いや、もうよくちゃよくちゃ。緑茶です。最近もう缶コーヒーばっかり買って、お金もったいないなと思って。貧乏だからさ、やっぱりその辺はやっぱり稼げなくなったらね、節約しないとと思って。これピッチャーね、2000円だったんだよ、アマゾンでピッチャー買ったんだよね。これにお茶作って1日分の、これで節約しようと思って。今日はね、2時間です。準備も含めて、軽い準備とバンテージ巻いても含めて2時間だった。
まあだから実動1時間半ぐらいかな、俺は。今日は予定あったから早めに切り上げて。いやー大変だよ。本当に大変。でもだいぶすっきりしたね。いい汗かいてきたから。だいぶ気持ちがいい。やっぱ汗を流す気持ちいいよ。2時間以上トレーニングするとオーバーワークになりそうだな、今のところ。今の2時間のペースをどれくらい守れるかっていう感じかな。ホットヨガやったことないっすね、僕。でもサウナの中でヨガをするっていう感じだから、まあ、痩せるだろうな。俺はボクササイズっていうか、ボクシングとかボクササイズすげえおすすめだけどね。スパーリングさえしなければ、絶対に痩せるから。だってボクサー、太ってるボクサーってほとんど見たことないでしょ。あれさ、殴り合うからさ、頭おかしくなるだけでさ、パンチドランカーになるだけでさ、普通にボクシング、運動だけするだけだったらいいと思うよ。ロードワークもやってますね。はい。毎日はちょっとできてないんですけど、だいたいね、40分ぐらい走ってますよ。ちょっと遅いんだけどね。まだ、下半身ができてないし、体力できてないから、完全には走りきれてないんですけど、歩きながら40分。まあ2.5キロぐらいは普通に走れるようになったんですけど、ノンストップで。帰りがね、どうしても帰り、2.5、2.5の往復でやってるんですけど、まだどうしても歩いちゃいますね。残念ながら。まだね、2分2ラウンド戦える体になってない。戦える体作って、今度技術も覚えないといけないから。とてもじゃないけどね、サンドバッグ、そう、3分本気で殴れないかな。新宿、ある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 、その、なんつうの、道路に今何キロっていう、その、のがあるのよ。神田川沿いに。そこをね、走ったりしてるよ。あと、その、なんつうの、ビルのオフィス街っていうか、新宿の中央公園とかさ、夜景が綺麗なコースもあるし、全然走るところはいっぱいあるよ。歌舞伎町って狭いじゃん。ごく一部だから。こっちの方は道路広いのよ。すごい。いい感じですよ。全然走れます。ランナー結構いるよ。この辺。そうだね、もうあとは努力するだけ。 みんなのおかげでさ、ジム費用もいただいてるしね。今度グローブもリスナーさん買ってくれるっていうことで、グローブなくて困ってたんだけど、もう環境リスナーさんがバンバン支援してくれてて気持ちいいよ。何とも言えない。東京ならではの風景で走るから、特にね、新宿のビル群とかすごい綺麗なところだから、家の近所が。恵まれてる恵まれてる。東京ね、意外、新宿ね、空気最近綺麗なんだよ。昔はね、ゴミゴミしてたけど。肉のハナマサ近い近い。あれでしょ？肉のハナマサさ、ペットショップ小島とかあるところでしょ？この辺詳しいの？近所のスポーツジム、蒸気かけながらボクササイズやるみたいなんだけど、それじゃかなりの運動量。行ってみようかな。なんか体験とか行ってみたら？体験に行くのは多分無料だったりとか、1000円以下とかで普通体験入店みたいなのがあるから、いろんなところ行くのがおすすめ。俺はね、自分が行ったところたまたま大当たりで、なんかコーチがすごくいいの。ボクサーが多くて。で、しかもフィットネスで、その、すごくいいところ一発で引き当てたけど、体験に行って何個も通った方がいいと思う。体験を。で、一番合ってるところがいいと思う。俺はたまたま当たり引いたんだと思う。すごくいいジムに出会った。
で、今日、ジムの人が話してたんだけど、ここ人多いねって。すごい流行ってるところみたい。なんか何店舗かあるんだけど、グループ系列が。ここ人多くてすごいねって。なんか人気なんでしょ。多分ね、高知で決まるんだよ、本当に。で、合わないところに行っちゃうと、通う気が起きないから、汗流したら気持ちいいよ。行くのが楽しくなるよ。多分捨て頃も見るね、リスナーさんが多いと思うから、あ、これあの技だとかさ。あ、いや、あのね、格闘家がやってる道場、月謝いくらなんですか、すみません。あ、特定とかがあるんで申し訳ないです、夏さん。特定されちゃうじゃないですか。ジムに迷惑かけたくないんで。ごめんなさいね。体験行ってみるといい。テミさん、パフェありがとう。体験に3つぐらい通うのがいいよ。目星つけて、ネットの評判とか見て、家から近いところ。で、その3つぐらい行ってみて、あ、ここいいなっていうところ絶対あるはずだから。体験行かないでね、入会するのは結構危険だよ。危ない。でも、まあ、ジムの相場は、だいたいね、俺が調べたところによると、1万3000円以下のところが多いかな、東京だと。1万3000円以下。で、入会金があるところとないところがある。そうなんですよ。ごめんなさい、なつさん。気分悪くしないでくださいね。そうなんですよ。そうなんですよ。そう。1ヶ月1万3000円以下。安いところはもっと安いと思うよ。あとはなんだろう。まあ、チケット制とかもあるよね。月何回通いますとか。いいコーチに巡り合うかどうかだかんね。もうほんとそれに尽きると思う。合うか合わないかだよ。例えば間違えてさ、本格的なね、ジムとか行っちゃってさ、プロが通うようなところだとハードでついていけないから、まあ、それを目指してるところはそういうところ行くのがいいと思うけど、みんな別にプロ目指してるわけじゃなくて、シェイプアップとかそういうのが目的でしょ。体験ありだと思いますよ、全然。体験全然ありだと思います。本当にいいっすよ。で、ジムによってサービスが違うから、これはどちらかっていうと、毎時間こうさ、グループがあって、それに参加しながらみんなでやるっていう、ほったらかしのところもあるだろうし、サンドバッグ自由に叩いていいよみたいな、器具自由に使っていいよみたいなところもあるだろうし、タバコの本数もなんか減ってるもんな。不思議だよな。おい、よいこさん、お疲れ様です。ういっす。今帰ってきました。お疲れ様です。スタ丼なんてめちゃめちゃうまいでしょ。たまんないと思うよ。ラーメンとかね、ヘッドヘドになったら味の濃いもん食いたくなるね。汗びっちょびちょにかくと、多分塩分が出ちゃってるんだろうね。俺、汗っかきだからさ、本当にビシャビシャって絞れるぐらい汗流してんのよ。ほんとスラムダンクだよ。ビシャビシャって。嘘じゃなくて、本当に。もう水着みたいになってんの、ピタって。もう後半。滝のように汗が出るんだよね。多分代謝がいいんだろうな。
冬じゃなんか、いやいやいや暖房つけてんだよ。え、ビールいい、いいじゃないですか、うまいじゃないですか。僕は酒飲まないんですけど、いいと思いますよ夏石さん。そんな人生の息抜きなんだから。美味しい、美味しくないですか。多分お酒飲む人は運動した後のビールなんか最高でしょ。 いいと思いますよ。冬どころか暖房つけててガンガンだよ。でもわもわサウナだよ、本当に低温サウナ。湿度、汗で湿度がもわーっとしてるから、1時間に1回もう窓開けるみたいな。換気しないとダメ。だからもう気持ちいいって言ってるよみんな、窓の外。風がぶわーっと冷たい風入ってきて、うわー最高っつってる。夏場なんかもっと地獄だろうな、確かに。夏場はさすがに冷房入れるだろうけど、きついよ。地獄だよ地獄。うん。最、あ、ダイエット目的でビール飲んじゃったらね。そりゃそうか、そりゃきついか。うん。いやでもいいと思いますよ。痩せると思いますよ、ビール一杯ぐらい。ね、自分に対するご褒美でさ、今日は頑張ったからビール飲もうって全然ありだと思うよ、俺は。うん。で何が目的かによるけど。おい、八作さんいらっしゃい。ワドツー、風船ありがとね。うん。え、20日のさ、原田さんのトレーニング枠はみんな見るの？ 20 日のトレーニング枠はみんな見るの？今度さ、原田さんっていうマッハ道場のプロの格闘家がいるんだけど、原田さんっていう方が、アメリカ人と達彦がジムに通ってるのマッハ道場なのよ。で原田さんの企画で達彦、俺、金梅さん、ドレさん、え、ちょっと待って、原田さん、達彦、アメリカ人、金梅さん、ドレさん、俺の6人でコラボ配信するのよ。みんな知ってる？原田さん見に来ます？放送リフレッシュがね、なかなかできてなくてね、リフレッシュしないとね。リフレッシュ、リフレッシュ大事だよね。ねえ、タイムシフト見て、ぜひ。俺録画していくから、もしよかったら YouTube チャンネル登録しといて。俺の YouTube、 あの YouTube に動画載せるからさ、あの録画高画質で撮ってくるから。そう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 、池上、あ、池上さんも来るのか。あの池上さんと仲いい人なの。そう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 、その人その人。うん、タイムシフト見てよ。 YouTube もチャンネル登録しといて、あの高画質であの録画しておくから。まあ解説枠やると思うんだけど、またよろしくです。うん、スパーリングは多分やらないと思うんだけどね。スパーリングは多分やらないと思う、俺の予想。ちょっとお手洗い行ってくるね。いっす、ただいま。いっす、いっす。よいしょ。
キラキラしてる。いや、運動した後だからね、気持ちいいの。運動した後だから爽やかも。なかなかね、そのメンタルやられちゃっててさ、メイヘラテニアいらっしゃい。最近ちょっと鬱っぽくて、ね、なんでかっていうと、もう夢でうなされるのよ。おー、チー、久しぶり。サムネ変えたんだ、ワードツ。もうね、怖いのよ。本当に怖いの。リングの上でボコボコにされる夢とか、もう気づいたらマットに沈んでる夢とか、じゃあ和藤さん入場お願いしますって言われて、バンテージがないとか、マウスピースがないとか、もうそんな夢ばっかりなのよ。もうきついきつい。すげえ大変なんだよね。だから、うなされながらさ、イラ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 しちゃってて。でももうこれは戦いだよね。もう戦いは始まってて、なんて言えばいいのかな。その不安に勝つわけじゃん。だからね、練習しかないんだよ。本当に。練習をひたすら積み重ねていってさ、積み重ねていって、そう自分の弱い心を打ち勝つしかないんだよね。一回負けてるからね、俺。ああ、今年もよろしく。一緒にいい年にしようね。うん、セゴロ勝つから。応援よろしくお願いします。一緒に感動しよう、みんなで。今度はみんなに喜び与えるから、感動与えるから、絶対、絶対与えるから、もう負けないからさ、みんなで喜ぼうぜ。勝てるように応援して、マジで絶対勝つから、いやもうね、前回の練習なんて比じゃないよ。あの、全然本気でやってる。やっぱジムかよって正解だったね。前回が生ぬるいぐらいだよ、本当に。シャドーボクシングとかだけじゃダメだった。おー、リアチムいらっしゃい。風船ありがとう。だからね、20日のトレーニングの時に、ちょっとこの2週間ぐらいの成果、20日間でどんなことやってきたのかっていうのは見せられると思うよ。あれ?で、あれちょっと上手くなってるっていう風になるといいなって思ってるね。あれワド大丈夫かっていうんじゃなくて、あれ前回よりも良くねみたいな。そうなんだよ。気持ちがね、あんまり乗りすぎててもダメだし、そのナーバスになりすぎててもダメだから、すごく難しいの。すごく難しい。あ、フォローありがとう。フォローありがとうございます。ぜひぜひ今後ともよろしくお願いします。なんかこうみんなでね、喜びたいよね。応援してくれてる人とね、すげえ感動したい。感動したい。頑張らないと。勝ってレッドロブサー、レッドロブサーいいね。なんかテルがね、第1試合で、第2回戦俺だからね。なんかこう別にクモンビューね嫌いじゃないし、好きな配信者なんだけど、やっぱりさ、テルが負けたら困るっていうのは俺の中であるのよ。テルが負けちゃうと今度俺もクモンビューに負けたみたいな気になるから。俺に勝ったんだからさ、テル勝てよっていうのあるんだよね、どっかで。だからテルと笑い、同じメダル下げてえな、今回。前回ライバルだったから。悪いけど、直樹兄さんには俺の犠牲者になってもらうよ。2回も負けたくねえもん。まあ、練習配信楽しみにしててください。ちょっと一皮向けたね、ニュー和道をね、皆さんに見せられるように頑張るんで、ニュー和道を楽しみにしてください。一緒に勝ちましょう。ありがとう、ヨウさん。花火三発ありがとう、ヨウさん。いつもありがとうね。いっすいっす、ありがとうございます。たっぷりの愛情ありがとう。応援して、リアチム。そしたらメダルがもらえるのよ、こう勝った人だけで。前回もらえなかったから、みんなに見せてあげる。リアトツとかしたらね、
メダルね、見せてあげたいよね。放送で見せればいいか、リアと釣るときに持ってたらダメだもんね。頑張るよ、みんなで取ろうメダル。でもね、直樹兄さんはさ、真面目な人らしいから、すごく練習。わお、ガチワカメアイテムありがとう、すごい限定アイテムじゃん、高いやつでしょ、ありがとうね、ガチワカメ。うん、そう、今帰ってきて放送やってた。もっと頭振ってインファイトできるようになんないとね。そう、まだリズム感がないんですよ、リズム感が。今度ドレさんとね、ドレさんがその日来るから、原田さんの練習枠の時にドレさんにちょっと見てもらおうと思ってんだけど、お茶がうめえ。おー、すごい、ヨウさん花火7個ありがとう。ヨウさんありがとうございます。すいません、なんかたくさん、すごい早くなったよ、びっくりするよ多分。今ね、今日はすごい結構休んだんですよ、3日ぐらい。もうメンタルやられちゃって。でもね、すっごいキレが良かった今日。あのね、まだまだ強くなるし、まだまだ体力も増していくのよ。すごいよ。いや、勝つよ。勝つためにやってんのよ。すっごい気持ちいいの。そのさ、ミッドとかもさ、その、ワン、ツーじゃん。今までこればっかりやってたの。ワン、ツー、パンパン、パンパンってこう、パンパン、パンパン、パンって、5連打とか練習組み込むの。ワン、ツー、ワン、ツーとか、ワン、ツー、ワン、ツーって、ワン、ツー、ワン、ツーって、ワン、ツー、フック、ファッ、ファッみたいな。面白いでしょ？タン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 みたいな。コンビネーション覚えてきたから楽しいの。タン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 、ワン、ツー、ワン、ツーって。タン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 。ただね、デンプシーロール、デンプシーロールって言ってたけどね、もう、デンプシーロール使わないかもしんない。デンプシーロール見たい？みんな。あのね、ボクシング、その、なんか笑う？もっとやろうか。ワン、ツー、ワン、ツーって。パン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 って。アイ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 みたいな。アイ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 みたいな。そんなんでやってるよ。アイボディみたいな。アイアイみたいな。アイアイもうこんな感じ。パン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 。パン、パン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 。そう。そんなことばっかり、もうヘッドヘッドになるんだよ、3分間で。今のさ、そのさ、最初の方だから、タン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 とかできるじゃん。もう後半なんか、パン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 、みたいな。パン、パス、パス、パス、みたいなさ、息が上がってさ、なんつうんだろう。ダメになってくのよ、どん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 。パンチが。キレがなくなっていって。あ、気合い、気合い、みたいな。あ、頑張ろう、ガードガードみたいな。みたいな。大丈夫かこれみたいな。スタミナすごいよ。やってごらん、パン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 って。タン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 って。もっと腰切ってみたいな。はいみたいな。タン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 みたいな。すごいよ。一生懸命やってる、一生懸命。本当にね、ドレさんに言われたんだけど、一生あるかないかだよって、何か一個のことに一生懸命になるチャンスって、人生で最後かもしれないよ、はどうって。だから悔いのないようになって。この半年間で、その何か変えようって言ってもらってるね。人生でその、ね、本気で死ぬ気でやれるチャンスっていうのって何回あるって言って。だから、便所さんにね、そういう機会いただいたわけだから、今回。便所太郎さんに。ね、俺は、ね、みんなと泣きたいよね。
叫びたいね、リングで勝って、雄たけびを、うん、ドワーってこう、うわーって、リングで、こう、みんなとね、男の雄たけびを共有したいね。ドカーンってね。ヒカルくんとかすごかったから、ナーボーとか。まあ、ドレさんもすごかったし、うん、会場の声援生で見ちゃったからさ。うん、俺も体験したいよ、あれを。判定で負けた時の悔しさよ。まあとりあえずね、2日後だね。今日明けて2日後なんだけど、原田さんのところでやるんで、みんな原田さんの枠見に来てくださいね。ありがとうなずしさん、うん、一緒に勝ちましょう、一緒に勝ちましょう。応援してくれる人みんなリングに引き上げるんで、はい、みんなで勝とう、うん、乗っかって乗っかって。勝つよ、勝つよ、勝つよ、安心して勝つよ、うん、行こう、みんなで行こう。明日一回行って一日休み取った方がいいのかな。どうなんだろうな。20日の日の前の日に休み一回入れようかな。どうしよう。土曜日だね、土曜日。っていうか、金梅さん来て大丈夫なのかな？金梅さん、スゴルファイターじゃないのに。おい、ヤナラッキー、ありがとうね。頑張るよ。金梅さん来ないのかな？どうなんだろうね。うん、まあまあ来ないかもしれないけど、うん、デンプシーロール無理なのね。デンプシーロール来ないってドレさんの放送、こんばんは、来ないってドレさんの、あ、言ってた金梅さん、あー、お了解、うんこ製造機さん、ありがとう。なんかね、自分のファイトスタイルがちょっと変わってきたんですよ。あのピーカブーだったんだけど、ピーカブーじゃなくなってきたんだよね。インファイターはインファイターなんだけど、ちょっとね、もしかしたらね、みんなに説明してたスタイルにならないかもしれない。もっとオーソドックスなインファイターになるかもしれない。ピーカブーがね、やっぱね、独特の体使い方するんだよ、マイク・タイソンの。でね、どうしてもあの動きにならないんだよね。まあ、当たり前だけどね、世界チャンプの動きなんかできるわけないもんね、俺がね。だから、多分ね、もっとスタンダードな、オーソドックスな、感じのインファイトスタイルに変わる可能性があるね。っていうか、もう現在変わりつつあって、ほんとね、初めの一歩みたいになってきた、だんだん。うん。要は、ダックして、ウィービングして、左にそのジャブ切って、あんま言うとダメか。ロムってる可能性あるもんな。直樹兄さんの対戦相手がな。敵に塩送っちゃうかな。やめとこ。あんまり戦略的なことはやめとこ。アウトボクシングも楽しいんだよね。
なんかモハメド・アリとかさ、ナジーム・ハメドの動画とか見始めちゃって、ああ、これもいいな、あれもいいなとか、いろいろ考えるようになっちゃって。本当に面白い、ボクシングは。かっこいいんだよ、ランカーの人。元ランカーのプロの人のパンチってすげえかっこいいの。びっくりするよ。ほら、俺さ、捨て頃でさ、まあ、ぶっちゃけた話、格闘技経験者の人のさ、動きしか知らなかったけど、プロは違うね。本当にプロになる人ってこんなに違うんだっていう。すごいの、キレが。スピードも倍速ぐらい速いのよ。びっくりした。スパン、スパン、スパンパン。なんだろう、ワンツーもね、タンタンぐらいじゃん。タンタン。これくらいなのよ。これがね、タタン、タタン。ってワンツーのスピードだよ。ワンツーのスピードがタタンタタンみたいな、タタタタンみたいな 嘘でしょっていう。でしかもパンチが切れてるの、タタタタンみたいな、このスピードでこんな重いパンチ打てんのみたいな。やってみると全然違う。要はそう、パリーとかパリングとかウィービングとかダッキングとか、これ技術なんだって。ただ避けてるだけじゃなくて、そういうその、例えばさ、ブロッキングとかもさ、こうやってやってもさ、ここにバチンって当たっても客ってわーって湧くの。いや違うよ、効いてないよこのパンチって、もうやってる人だったら分かるの。そう、むしろブロックしてるからうまいんだよっていう。でも素人の人はここにバチンって当たったらさ、うわヒットしたって見ちゃうじゃん。そういうね、そう、ここで例えばこうパンチ反らしてても当たってると思っちゃうのよ。こういう細かい技術とかが、そう、こうダックとかがね、見れるようになるとすげえ面白いよ。すごい、そう、駆け引きがあるのね。うん。目で追えないけど、だいたい音とかね、だいたい慣れてくると、技術がわかるようになると、もうそんなに技術ってないの。パリング、パリング、パンチをこうやって来た時、こう払い落としたりとか、こう反らすやつがパリングって言うんだけど、パリングと、ブロッキングと、ヘッドスリップと、ヘッドスリップと、あと、ダッキングと、ウィービングっていう。うん。それくらいじゃないのかな。あと、まあ、パンチを当たる瞬間、パンチ、ここに当たってから顔をこっち側にこう、パンチの軌道の方にやるっていう、なんだっけな、これスリッピングアウェイっていうんだっけな。そういう高等技術とかあるけど、そんなのできないよ、俺は。スリッピングアウェイだっけな。なんかこう、パンチが当たる瞬間、こう、いなすっていうのがあるのね。こう。で、無効化する技があったりするんだけど、まあ、それは多分見れないだろうな。捨て頃では。それはもう、プロの、ほんと世界の人がやるような技術だから、そういうのはないけど。まあ、ただ、ブロッキングとかパリングとかは、やってたら見分けられるようになるから、ウィービングとか。うん。そう、素人のよ、あ、あとあれもあるね。スウェーバックと、スウェーバックっていう、その、モハメド・アリが使ってたさ、スウェーバックっていうのと、あと、お、バツー、久しぶり、ストッピングもあるか。ストッピングってなんだ？ストッピングわかんないな。スウェーバックと、ステップがあるね。ステップワークがある。ストッピングってなんだろう。ストッピングわかんないわ。あと、その、引き付けのジャブとかもいっぱいあるのよ。要は相手をガードさせるためのフックとかもあんの。そう。わざと意識を反らすためのパンチとかもあって、すげえ面白い。もう駆け引きだよ。うん。ただ振り回してるだけじゃないの。すげえ面白い。何を出すかっていうかね、なんつうかね、こう、ブン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 振り回すのは面白いかもしんないんだよ。素人目線で言ったら。それは大振りになった方が面白いじゃん。ヒヤヒヤするような。でも、あれをやったらダメだと思ってる、今。そう、ボクサーじゃないんだよね、それ。うん。うん。いや、すごいよ。世界チャンピオンになるすごい、すごいっすよ。うん、まあね、その反則とか、発言とかいろいろ問題はあるにしても、まあ、カマセインのカマスタとか、でも世界一だからね。
普通じゃないよ。もう天才の域ですよ。それ世界一取るっていうのは、そんな生半可なことじゃないですよ。見ててもうすごいリスペクト。むしろね、スポーツやってたら格闘技してる人に対するリスペクトがすごいね、今。すごくプレッシャー感じてると思うんですが、何も問題ないです。心配ないです。楽しみましょう。そうなんだよ、マウイさん、いいこと言うね。俺が今日のテーマ、イライラしてるんだけど、怖いんだけど、楽しもうなの。楽しいものは上達するって。だからもう今日ジム行くときに自分に暗示かけたの。楽しもう楽しもうって。本当にありがとう。その通り。怖いんだけど、それに打ち勝つのはワクワクして毎日行かないと行かないとっていう。楽しくて通うぐらいの方が絶対上手くなるっていう。亀田興毅すごいっすよ。っていうかね、世界取る人は、すごいですよ。世界取るんだよ。世界1位になるんだよ。俺は、すごいことだし、自分にできないことをできる人は俺は尊敬するけどな。まあね、先輩に対してタメ語を使うのはないだろうとか、いろいろあるけど、俺は、すごいと思うよ。ファイターとして。やってみるとわかるよね。多分その怖さと戦ってるはずだし、世界レベルの怖さだよ。多分殺人級のモンスターと戦うわけじゃん。俺らは素人同士の殴り合いですよ。それでこんなに怖いんだよ。なのにさ、世界のさ、トップのさ、毎日練習してきてる化け物と戦うんだよ、数年間。怖いなんてもんじゃないでしょ。下手したら死ぬんだもん。ボクシング死なねえよって言ってるけど、俺、もう正直言うとさ、元プロの人に教えてもらってるけど、みんなやっぱ、パンチドラッカーなんですよ。壊れてるのよ。簡単に言うと、網膜剥離の人がいたりとか、パンチドランカーで、喋り方がさ、ろれつが回らない人とかも見てるから。いや、本当に脳をやられたらアウトだからね。脳が傷つくんだもん、頭蓋骨の中で。だから一生の後遺症残る可能性は全然あるんだよ、捨て頃でも。ねえ、笑っちゃう部分もあるけど、それはエンターテインメントだよね。やっぱりボクシングっていうのはさ、スポーツであると同時にショーっていう側面があると思うんだ。レディースエンジェントルメンから観客に向かってやるわけだから、やっぱりパフォーマンスも大事だと思うんだよね。プロレス的な要素っていうか、エンターテインメントとして。それができるのがスーパースターだと俺は思ってる。いや、具志堅さんもそうだよ。ガッツ石松も、輪島さんもそうだし。そうでしょ。それくらい世界レベルのパンチで、あんだけハードに受けて脳が壊れないはずないもん。でもさ、それがさ、具志堅さん、畠山さん、具志堅さん、輪島さん、ガッツ石松さんとかさ、名だたる日本、例えば辰吉さんとかもすごい研究してんの。もう配信外ではさ、飯食う時も何、寝る時もずーっとボクシング見てんのよ。で、こういう戦い方があるとか、この人の、できないよ。できないけれども、イメージで、学ばないとと思って。全然違うの、ファイトスタイル。俺は畠山さんとか、長谷川穂積さんっていう選手がすごい好きで、特に技術的に尊敬してるのは長谷川穂積さんなんだけど、すごいのよ、やっぱり。天才なのね。辰吉さんなんて、未だにだって現役でしょ？いや、もうすごいよ、レベルが。あと、薬師寺さんとかね。もう日本はボクサーの、ねえ、ボクシング大国だから、こんな小さい国なのに、名だたる、もう名選手をね、生み出してる。すごい国なんだよ。日本で今、世界取ってる人、3人ホルダーいるんでしょ？多分3人じゃなかったかな。ちょっとごめんね。最近テレビ持ってないから追いかけられてないんだけど、多分3人か4人ホルダーがいるはずなんだよ。すごいよ。尊敬しかないよね。怖え。正直怖いけど。正直怖いね。毎日もう本当に怖い夢見て戦ってます。試合終わったらね、みんなでオフ会やろうと思ってて。
まあカラオケ行こうとかね、みんなで楽しみにしてるんだけど、ありがたいことに俺は減量はないから、体重むしろ増やしていいから、もうキレッキレの体で行こうと思ってんの。飯もガッツガツ食って、相手も同じ気持ちだと思うよ。すごく不安だと思うし、わかんないよ、ワドなんてイチコロだよ、余裕だよって言ってるかもしんないし。俺はなんか練習の積み重ねの勝負だと思ってて、前回気づいたのね。結局その運動神経がないとか運動したことがないとか言い訳してもしょうがなくて、もう本当に試合までの期間にどれだけ走って、どれだけ汗かいて、どれだけパンチをサンドバッグに叩き込んで、どれだけ自信つけるかって勝負だと思ってんの。本番にどっちが強いかなんてやってんのはスポーツでも何でもなくてさ、それまでに仕上げておくっていうのが俺は本当の戦いだと思って、正直苦しいのね。辛いし怖いし夢には出るしね、配信ができなくて稼げなくなるし、なんで俺こんな思いしてんだろうって毎日苦しいんだよ。で、イライラしてリスナーさんにも当たっちゃうし。でも、負けたくない。負けたくない。すごい。負ける気はないっすね。リア充。負ける気はない。もうあんな苦い思いしたくないし。リスナーさんと、一緒に喜ぶ。イエーっつって。最高っつって。それで、まあ、捨て頃は引退。勝って終わり。勝ち逃げ。ほら、俺のことぶん殴りたい人いっぱいいるじゃん。勝って逃げようと思ってるね。俺のことをね、ぶん殴りたい配信者もリスナーさんもたくさんいると思うから、勝って逃げようっていう、そういう作戦でいきましょう。楽しみだな。今ね、タオル作りたいんだよね、グッズで。タオルっていくらぐらいできんのかな？なんか自分でも練習用に自分のマイタオル作りたいなとか思ってて、グッズ。タオルっていくらぐらい作れるんだろう。調べてみようか。タオル、なんだろう。タオル作りてえよな。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。結構するね。3000円ぐらいする1枚。ロットで3500円って書いてあるね。ちょっと安いところ探そう。オリジナルタオルでいいか。タオルはね、多分会場で。やってもいいと思うし、フェイスタオル、マフラータオル、マフラータオルか。タオルいいよね。1000円とかで作れんのかな。いや、結構グッズとか高いよ。ブランケットタオル3500円とか書いてあるね。1000円とかで作れないでしょ。激安制作。あ、1300円とか書いてある。
1点1300円か。愛してるのでアイテムは投げません。そういう愛もあるよね。アルパカさんいらっしゃい。そういう愛もあるよね。でもね、俺はね、アイテム投げる愛もあると思ってるんだ。じゃあ愛情の分だけコメントとフォローちょうだい。フェイスタオル、なんかでもどうせ作るんならシャッチータオルって嫌だよな。シャッチータオルじゃなくてなんか本格的なタオル作りたいよね。かっけえやつ。風船ありがとう、ありがとう。リアチム、ワドタン、こんばんは。翔ちゃんいらっしゃい。お疲れっす。お疲れっす。夏井さん、バカありがとう。アイテムありがとう。柔らかく、なんかでもその運動ってパワーじゃないっていうのがだんだん分かってきた。パワーじゃなくて柔軟性なんだなっていう、瞬発力、よく体が柔らかくないとダメだっていうのがよく分かってきたよ。だんだん硬いんだよ体。モリリン爽やか、そう。ヒゲをあれじゃない、ちょっと短くしたからじゃないかな、爽やかになった。ちょっとひげを薄くしたんだよね、多分それだと思うけど。違うかな。まあいい気分ですね。そういう風に言ってもらえると、なんかディスじゃなくてこうよく言ってもらえると嬉しいですね。爽やかになったねって、ありがとう。夏志さんありがとう。いや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 、一個でもありがたいですよ。貴重なお金なんだよ。そんな謝らないでください。ありがとうございます。もう本当に皆さんに食わせてもらってる身なので。
みんなのおかげでいろんな人生のチャンスいただいてるんで、ありがたく頂戴します。僕の血肉に変えさせていただきます。血肉と経験に。ちょっとトイレ行ってきますね。最近なんかトイレ近いんだよ。俺は今回はね、鍵になってるパンチはね、一つだと思ってる。左フックだね、うん、左フックを必殺ブローにするべきだなっていう、本当は左フックじゃないんだけど、本当のことを言うと左フックじゃないんだけど、左フックがうまく使えるようになると他のパンチが生きてくるっていうのがよく分かってきた。だから左フックをねバカみたいにやってんの。アホみたいに左フックばっかり練習してる。でだん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 少し手応え、もう全然スカスカだったの。パツンパツンって変な音でもうなんかイライラしてたのがね、パンってこうこれかっていうね、だんだん体の使い方分かってきた。そう、打ち込むべき角度とどういうスピードで乗せるかっていう、だんだん分かってきた。ごめんね、格闘技の話ばっかりで。全然他の話題振ってもらえたら話すからね。なんかどうしてもね、最近は格闘技のことばっかり考えてるから格闘技の話ばっかりになっちゃうんだよね。申し訳ない。おい、ガチワカメメガホン50個もありがとう。ガチワカメ最近どうなの？落ち着いてんの生活は、うん、まだ一回も会ったことないもんね。捨て頃とか遊びに来れば、うん、楽しい？大丈夫？ありがとう。ねえ、捨て頃でオフ会とかやる予定だから。東京に住んでんでしょ多分。今でもなんかあれでしょ、御徒町かなんかで俺のこと見かけたって言ってたよね、うん、来なよ、配信好きなんだから。ガチワカメもメガネ今日外してるね、うん、すれ違ったってね。俺は見てないよ。俺はガチワカメがどの子か分かってないよ、うん、俺はだからね、あ、見たよって言われただけだから、ええー、と思って声かけてよみたいな、うん、おいカレーお久しぶりっす、いっすー、いっすー。ねえ、一緒に頑張ろうよ、うん、いやーでも緊張するよ20日は。だってさ、自信がついてきたわけじゃん、いろいろとな。自信がついてきてるのに
その自信がダメになる可能性があるわけじゃん。ねえ、こんなんダメだよって言われちゃったらもう、ってなるわけじゃん。だからさ、リスナーさんにもなんだよお前練習してるっつって、こんなんじゃダメだよってなったらさ、やだもんね。おお、ゆかねえ、メガホンありがとう。だから、かっこつけたいじゃん、正直。かっこつけたくてやってるわけだからさ、ちょっとイキりますよ、20日は。20日は。誰とやるんだろう、スパーリング。ドレさんと俺がやるのは多分階級的にないのかな。原田さんと俺がやってもね、実力差全然違うし。スパーリングやんのかな。どうなんだろう。アメリカ人と俺とか達彦とやっても、ねえ、技術的に全然違うもんね。達彦の方が数段上だもんね。ってなると、アメリカ人しかいないんだよな。その経験的にも、体格的にも、いいじゃんってなるの、多分アメ人だよね。やだな。アメ人、結構強くなってたかんな。結構パンチ重いんだよ、あいつ。自分の考えた課題を達成しただけでも自信につながってると思うよ。ありますね。特にマラソンっていうかロードワークが2.5。目標はまず、今月の目標は5キロノンストップで走れること、まず。どんだけ時間かかってもいいから、往復をノンストップでできることが課題1と、あとは、2は左フックなんですよ。まず。っていうのも、ジャブをかわすときって、左がパンチを打ってくるんで、右側から来ますよね、パンチ。これをこう避けなくて、左にウィービングするんですよ。で、左にウィービングして、ステップ踏みますよね、こう行きますよね。っていうことはもうフックしかないんですよ。こっち側に流れて、バンって腰切るっていう。倒して腰切るっていう。だから今、初動の動きですよね。まあ、ドレさんには、左のパンチ飛んできた時、右にダックして、こうカウンター狙うっていう高度な技を教えようとしてるんですけど、まだちょっとそれは早いかなと思って。すっごい気分良くなりますね。もう練習前は億劫なんだけど、億劫ってわかるかな？千葉の方言なのかな？億劫ってわかります？億劫って千葉の方言なのかな？行きたくないなーってなるんですけど、億劫なんですけど、いいっす。帰ってきたら気持ちいいっすね、汗流したら。あ、オッケー、いやよ、了解。いや、本当の敵は自分っすよ。本当に。要は自分のメンタルと、フィジカルと、技術と、もう完全に向き合ってくんですよ。で、なんだろう。いいパンチが打てるようになると気持ちいいんですよ。なんでかっていうと、コーチの人は見てるし、経験上知ってるから、で、褒めてもらえるんですよ。いいパンチが入ると。で、違うと、こう、近づいてきて。今日もずっと腰が切れてないから、肩持ってこうやって後ろで、こう、もっと腰切ってつって、こうやって後ろで、俺の肩こうやって持って、こっちからパン、こっちからパンつって、はいっつって、こう、基礎練だよね。肩の使い方、腰の連動。そう、そうみたいな。長嶋一茂みたいな。長嶋茂雄みたいな。ブーンみたいな。億劫って方言なのかな？どうなんだろう。最近使わないよね。俺、千葉出身。だから千葉の方言かと思ったの。億劫ってみんな言う？億劫使うよね。燃えてるよ。あー、風船ありがとう。億劫ってわかる？多分ね、夏さんは同郷だから多分伝わったんだよ。億劫ってわかる意味。多分ね、方言だと思うんだよ。俺だって聞いたことないもん。億劫使う？標準語？大丈夫？いやー、本当に。敵は自分ですよね。あ、わかるんだ。じゃあ方言じゃないんだね。それは失礼しました。5キロロードワーク、400メートルダッシュ、インターバル1分でまず3本かお願いします。今ね、5キロロードワークだけだね。今5キロ。で、40分かかってる。5キロロードワークっす、田中さん。で、ただね、上り坂のダッシュが結構重要らしい。スタミナつくのはダッシュなんだって。
で、下り坂は絶対やるなって、膝壊すから。とりあえず、今月の目標は、ロードワーク5キロを30分ぐらいで走れるように、まず慣らして、で、そっからダッシュ入れとこうと思ってますね。まだね、その5キロのロードワークでも筋肉痛になっちゃうの、ガチャガチャで次の日動けなくて、ジムとかで手応えがなくなっちゃうのよ、パンチと。だからゆっくりゆっくりギアを上げてる。ゆっくり。そう、戦える体よりも、そのハードな練習ができる体じゃないのよ。まあ、みんな知っての通りさ、だらしない生活をしてるから。だから体変わってきたよ、本当に。自分でびっくりする。なんかね、こうね、体重は重くなってるんだけど、こう、なんつうの、ムチッとしてるっていうかね、こうね、筋肉が増えてきて、そうね、もっこりというのかね、まだそのボクサーみたいな綺麗な体じゃないんだけど、もこっていう、ちょっと肩でかくなったのわかる？ちょっと体がさ、筋肉質っていうかさ、その、なんつうの、こう、張ってるっていうのわかる？なんとなく。あのね、 T シャツの当たる感じとか変わってきたんだよね。あー、もう汗もう滝のように流してるから、肌ツヤいいよ。実際汗がすごい出るから。あとむくみがない、むくみが全然ない、すっきりしてるこの辺とかも、うん、でも体重は重くなってるの。だから運動するとやっぱ若返るんだね。まあ、ドレさんが驚異的に若いもんね。54歳に見えねえもんな。うん。いや、でも侮れないっすよ。だって同じ、田中さんさ、相手にも同じ時間が与えられてるから。そう。だからもうどんだけ練習した勝負と、どんだけ才能を持ってるか勝負なわけですよ。センスと。でも努力じゃないっすか、基本。相手も努力してくるんですよ。厄介っすよ。5キロだとどれくらいが目安なんですか？40分かなり遅い。で、逆に言うと40分走るんだったら10キロで駆け抜けられたらもう結構なアスリートって感じ。40だから5キロを20分で走れたら、まあ早いじゃんみたいな。結構いい汗かいてるねみたいな。だからね、俺の目標はね、30分毎日走るっていうか、30分を 7.5 くらいで走れたらいいかなと思ってますね。30分を 7.5 でノンストップじゃないとそのタイムにならないから、最終的にはそれくらいで、理想系だったら意外とね、なんかね、俺実はドレさんにもそう言ってもらえてんだけど、自覚がないのよ全く。アメリカ人ありがとうね。なんかね、すごいね、客観的に見るとなんかどんどん上手くなってるって言われるんだけど、で、わざを自分で努力型だと思ってるけど、お前、天才型なんだよってドルさんが言ってくれて、まあ、ね、ごますってくれたんだろうけど、全然自覚ない。あのね、ファイターの血流れてるよって、お父さんの血入ってるよってすごい言ってもらえるの。でも、実はすごい病弱で、喘息持ちで入退院繰り返す幼少期だったから、親が運動をさせなかったのよ。運動させないようにって医者に止められてたから。だからね、運動に対するコンプレックスがすっごいあるの、俺。30分 7.5 は早いよね、多分ね。それが試合までに走れるようになって、涼しい顔でできるようになったら、まあ完成かなっていう感じ。いや、結構アメリカ人ね、褒めてくれると思うよ、20日。すごいね、いい感じに、こう体がね、仕上がるとは違うんだけど、体が、そう、運動ができる体に少しずつ変わってて、まだね、その、吐きそうになったりとか、スタミナ切れちゃうんだけど、それでもね、前回とは全然違うから、多分ね、いい感じになると思う。うん、ありがとう、夏樹さん。俺も楽しかったよ。また来て。うん、応援ありがとうございます。よし、まあ、楽しみましょう、一緒に。体の動きがね、それがね、滑らかじゃないの。俺がそこがね、リズム感っていうのかな。多分ね、体の柔らかさなんだよね。こう、帰らないんだよね。その、相手の背中を見せるぐらいに振り切らないといけないんだけど、そう、うん、それが体の動きがまだね硬いの。だからフックとかもそう、バッこうなんつうんだろうな、そうね、上手い人ってね、なんつうんだろう、うん、これは言葉で説明すると難しいんだけど、スパンっていくんだよね。スパンってこう、タイプによるんだけど、パワーで思いっきり持ってく人もいんの。で、多分俺そっち系なのよ、本来は。グッていって、
体を鍛えてグッと止められるタイプだと思うの。でも体幹っていうのが弱すぎるからグッていくとブーンってこう流れちゃうの、体がこっちに持ってかれちゃうの。背中で手結べるよ、うん、ストレッチ毎日やってるから。ちょっと待ってね、これできなくなってるから。あ、痛いです。これはちょっとな、うん、あの、うん、肩それでも硬い。もっとグニャーンっていくぐらいの理想は、それを作るためにねストレッチも欠かさずやってんの。そのなんつうんだろうな、グニャングニャン肩が、それが作れると多分ねこうバチンって入るんだよね。そう、早くコンパクトにそのバンってこうドゥン、なんつうんだろう、ブーン、なんつうんだろうな、ドゥンって、あいっ、ってこうね理想のパンチがいってこう響くっていうのが、芯に残るパンチが打てるので、これでボディえぐったら、ボディえぐったらもうやばい。まだまだ硬いっすね、肩は。まだまだ硬いっす。幼少期そうなんだよ。だから運動がねできなかったんだよね。でも不思議なもんで喘息でね、呼吸器ずっとつけてるようなさ生活だったのに、タバコパカパカ吸えるからね、不思議だよね。うん、本当はねタバコもやめた方がいいんだろうけど、タバコやめるストレスとさ、もうストレスかぶせたくなくてさ息抜きで吸っちゃうんだよね。直樹兄さんでタバコ吸うのかな、どうなんだろう。そうなんだよね。だからタバコの煙が喘息に悪いっていうのは俺嘘だと思うんだよね。むしろ喘息起こりづらくなってる。風邪ひくとねもう無理だけどね、風邪ひくともう無理よ、厳しい、うん、ストレスためるより練習来なくなる方がダメと言われたの自分吸ってる。でもさ俺思ったんだけどさ、アメリカ人さ結構パンチャータイプでしょ、言われるでしょ。俺ねあの時あんま言わなかったんだけど、達彦の試合が決まってたから、あのね俺の印象ね、パンチ思ってたより重かったの、質が。だからドンってくるでしょ。でガードもねやっぱり仕込まれてるから、あこれまずいなって本当に思ったもん。あの本気でいかないとあのやられるなって思ったもん。俺舐めてたんだよちょっとアメリカ人のこと。いや勝てるっしょみたいな、ドレさんにあんだけ教わってたしみたいな。あ危なかった、結構ねそのセンスいいっつうか、まあ達彦は別格じゃん、あれは経験者だしクソ強えじゃん正直あれはさずるいじゃん、あの配信者が格闘技やるイベントなのに、格闘家が配信者やっちゃってるずるパターンだと思ってるから俺は。あいつは本来ね捨て頃に出しちゃダメなキャラなんだよあれ。まあだから強い人とやるんだろうけど、今回コンセプトちげえだろみたいな。いやガード硬くてやりづらかったよ、うん、ガード硬くてやりづらかった。その振り抜いてはいなくて、その当てる感じで、でもちょっと本意気で腰入れたんだけど、あこれガチでよう挑んでやったらわかんねえなと思ったもん。えっていうかさ、スパーリングやんの？俺それがちょっと怖いんだけど、あの20日のさ練習メニューとかどうなってんの？俺アメリカ人となんかやるみたいな噂聞いたんだけど、やんの？やるんだったらやるでさ、その気持ちの準備があるから、当日無茶ぶりでさ、じゃあスパーリングアメ人とって言われてもさ、えってなるからさ、
なんだっけ、技術トレーニングをメインでやるんでしょ？スパーもやんの？不意打ちやだよ、俺。もう本当に汗流すつもりで全力で行くから、あの、技術を教わって帰ろうと思ってるんで。やる流れなのか、やらない流れなのかだけ教えて。やらない、やりたくないんだけど、俺、アメジンと。アッパー打つと体がぶれちゃうよね。体幹と反射神経がポイントかな。あの、体幹っすね。ボクシングやって分かったのが、筋肉痛全部太ももとふくらはぎと、あと、土踏まずなんですよ、右足の。縄跳び、ミッド、シャドウ、約束、組手、マス、スパー。じゃあ、大丈夫だ。よかった。よかったわ。理想的だわ。縄跳びやんのか？縄跳びや、できねえんだよな、俺。縄跳びでは笑い取ると思うよ。オッケーオッケー、よかった。ミッド、シャドウ、約束、組み手、マスパーだ。オッケーです。理想ですね。うん。スパー希望？いや、希望しない。今、そのモードじゃない。うん。そのモードじゃない。マススパーがいい。うん。マススパーのやり方教えて。なんかさ、この前ごめんね、膝蹴り入れちゃって。俺さ、アメリカ人ね、言いたいことあるんだよ。アメリカ人にさ、膝蹴り2発入れちゃって癖になってたじゃん。俺、ドレさんのさ、過去の動画見たらドレさんに膝蹴り入れられまくってんだけど。なんで俺の時だけさ、ワード、お前膝蹴りダメだよって言われてさ。俺、ドレさんに何発膝蹴りもらったと思ってんだよと思って。過去の動画見たらドレさんのさ、練習会膝蹴り入れられまくってんだよ。びっくりするよね。だからもうありなんだと思ってたから。ビールよりタバコの方が体にいいらしい。へえ。だいたい1日1箱ぐらいですね、翔ちゃんさん。あのね、もうそうだ、話戻るんだけど、足のスポーツですね。足っすね。ボクシングは足と回転っす。腰の腕力いらないっす。びっくりするかもしれないですけど、腕力いらない。本当に腕の筋肉いらない。いるんだけど、肩の筋肉とか背中の筋肉は。でも一番重要なのは回転数、足とフットワークと。パンパンになりますよ、足。だからその振り回されないっていうか、土台っすね。要はハードパンチャーって腕力は強いイメージあるけど、そうじゃなくて足腰の土台が強くて、こう回転した時に要はブレないんですよ、どんだけぶん回しても。だからコンパクトにスパン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 ってでんでん太鼓みたいにいけるっていう。このでんでん太鼓の回転、この回転は全部一緒なんですよ。これを突き出すか、フックに回すかっていう。スパーリングは5割の相手がパワーなら5割こちらも合わせるのがマナー。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。だから、そのジムに通ってない経験がダメだよね。そう、今までジムに通ったことないからさ、その格闘家のなんつうの、暗黙の了解みたいなものが全く理解できてなかったから。で、今俺が通ってるとこってスパーリング禁止なんだよ。だからね、多分現地で教わるわ。アメリカ人に教えてもらうわ。どういう感じでやるのか、どういうテンションでやるのか。なんかね、まだまだ勉強中なんだよね。よく分かってない、俺自身が。もっともっと分かるようになんないと。いやー、タバコ、コーヒーはちょっと今控えてるんだけど、砂糖とタバコはちょっと無理だな。糖分ないとダメだな。甘いものが幸せなんですよ、今。うん、一応ね、コーヒーは今立ってますね。タバコもやめる気はない。頑張んねえと。20日楽しみじゃなくて、俺プレッシャーなんだけど。いや、見たよ、達彦動画。何また強くなってんの。ちょっと体のキレいいでしょ。
最近腹立つわ。ちょっと体のキレいいでしょ今。何普通に上手くなってんのこの人と思って引いたんだけど、やっぱ違う。ちゃんとジム通うと違う。スパーリング、いや分かんないよ、俺の企画じゃないし。俺はでもスパーリングあんまやりたくないんだよ正直言うと、怪我するから。そうじゃなくて、なんか練習の技術とかを持って帰りたいんだよね。練習の技術、まあやれって言われたらやるよ。マススパー、マススパーなのかスパーなのか。え、っていうかマウスピース持ってくとかさ、そういうのも全然聞いてないから、だからヘッドギアを持ってけばいいのかとか全然わかんないもん。嘘、バケモンだからな。ストライカーだもんね完全に達彦は。おー、エンマさんお疲れ様です、風船ありがとうございます。完全なストライカーだからな。でも達彦とね練習するのっていつぶりだろう。この前の達彦の回だけど、でも達彦が足壊れて見てないから、達彦にちょっと見てもらいたいよね。どう変わったのか、ダメになってんのか良くなってんのか、そう、達彦に聞きたいこといっぱいあるんだよね。達彦はずっと見てるわけじゃん最初から。グローブないの今。グローブないっす。16オンスある？ 16 ある？グローブないっす。申し訳ないっす。マウスピース持ってくればいい。練習着マウスピース。あとバンテージか。練習したことをマススパー繰り返し繰り返したら、マススパー禁止なんだようち。だからサンドバッグと基礎連動ミッドしかないの。あと約束組みで。そうなんだよ、そこがね、約束組みてをねちょっと重点的にやりたいんだよな。シャワーも浴びれる、助かるわ。約束組みてをねちょっと重きを置きたいんだよね。ちょっとうん、対面シャドウいいね。対面シャドウいいね。でも対面シャドウってマススパーじゃないの？俺マススパーと対面シャドウの違いがよくわかんないんだよね。対面シャドウはギリギリ OK だから、肩とお腹に触れるっていうのは今日やったの。その顔に当てちゃダメだから肩にポンって触るっていうの。そう。フィットネスだからさ、飲料水持ってく。持ってく持ってく、もうボトル買ってあんの。やっぱりさ、ほら俺クラスになるとさ、君たち仮想配信者と違ってさ、君たちはあれでしょ、配信者で大手になりたいとか言ってるでしょ。俺クラスになるとどうなるかっていうと、ポカリスエットの CM 狙ってるから。わかる？それが達彦とアメリカ人と俺の違いだよね。あの大正製薬のスポンサー意識してるっていう、この意識の差が、あの俺と君たちの違いだよ。マイボトル、そしてポカリスエットの CM を狙ってるっていう。そう、意識低いんだよ君たちは。強くなりたいとか言っちゃってるから。俺は強くなりつつスポンサーのことも意識してるから、対面シャドウを離れてやりますが、マスはすんど、あーなるほど、距離が違うんだ。はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。意識しようね、配信者でやっぱ次のステージ行かないといけないでしょ。捨て頃に買って次はスポンサー契約を意識していこう、あ、レッドブルスポンサー狙ってんだ、いいね、大塚製薬かスポンサーの名前間違えてるっていうね
意識してねえなこいつっていう全然ダメじゃん、一番 NG なことやってる、スポンサー名間違えるって、間違ってるね、クソだね本当に、 CM 撮れねえなこれ。あ、ポカリスエット、あ、ありがとうございます、花火ありがとうほら来た、大塚製薬さんありがとうございます大正製薬は正論なんか、いやーでも久々なんか緊張感があるな、配信者としての緊張感じゃないからな、これ完全に配信者としてのなんだろうか、この緊張感は。でもさ、そのアメリカ人とじゃあスパーリングなのか、まあスパーやれっつってさ、ねえ、自信つけて帰りたいわけじゃん正直、もうすげえナーバスなんだよアメリカ人、もう全部夢が捨て頃なの。わお、セイロガンのスポンサーありがとうございます、ハート花火、イエイエ、ありがとう、セイロガンもスポンサーになっちゃったね、お腹下しても大丈夫だわこれ。いや本当に原田さんの教え方めちゃめちゃわかりやすいですよ、マジだ、だしね、その本当に原田さんに教わるっていうのも緊張するしね、ほらもう2人は慣れてるじゃん、いや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 、体力すごかったもん、あーのんちきのんちき、ありがとね、俺はナーバスだよ今本当に大正製薬この人なんだ、ありがとう、その自信をつけて帰るのがテーマで、そのミットもサンドバッグも約束組みても、その10日間とその捨て頃からだいぶ離れてるから本意気でやろうっていう、ぶっちゃけた話さ、今までの、ああ翔ちゃんもありがとう、嬉しいよすごく、みんなで盛り上げようね配信、あのなんだろう、なんだろうか、そのちょっと遊びの要素だったの俺の中では、そう格闘技よりも配信に寄せてたの、でも今はもう完全にそう格闘の方なのよ、だからそのネタとかやらないよ、原田さん TS 見たら普段の4分の1の練習見れますから、見たら案外こんなもんかって安心しますよ、その4分の1よりもあのそれを2分の1ぐらいに薄めた練習で、俺は今チヘド吐いてるから今日食べたホイコーローを吐きそうになってたから、ね、ずーっと俺は今日の2時間ホイコーローうっつって、ホイコーローの匂いと戦ってたんだよなんか臭いって、多分女のね人とかね、なんかホイコーローの匂いすごい、何あの人ってなってたと思うよミットを持ってるコーチもなんかホイコーローの匂いするなこいつみたいな、もうホイコーローがここまで来てたからね、ここまで何と戦ってるんだろうと思ってきついぞ、いや本当にそう、今日は俺はホイコーローと戦ってたんだよ、14時23分に耐えらげたホイコーロー、TS 見てる見てる、達彦足はどうなんだろうね、治ったのかな、達彦動き良かったから多分治りかけてるんだろうなと思ったけど、どうなの足は実際のところ、踏み込めるの、もう結構この前の原田さんとスパー見たけど、あ結構いいのかなって、蹴ってるし、40分縄跳びしかしないし、サーキットトレーニングしかしないから大丈夫です、サーキットトレーニングはきついです、きつい、何分やんのあれサーキット、40分縄跳びとか頭おかしいよね、
そうだね、直樹兄さんにホイコーローかけちゃえばいいのか、リバーブロークだったらゴバッつって神回だよね。捨て頃でさ、ボディーブローもらったのにゲロ相手に浴びせたら多分神回だよね。バンってバンって面白いな。それ作戦でいいかもしれないな、ゲロル、ゲロ道って呼ばれるでしょ。魔道じゃないっつって、お前はゲロ道だっつって、蹴りは全くできないんだ。右足ぼちぼち、完全に力が入らない。あー、まだそんな感じであんなにやってんのか、すげえな。いや、怪我との戦いもある。でも完治はするんでしょ、あの6月までには。6月までにはいけそうな感じなの、体感的には。なんかそれはなんか結構心配なんだよね。それは選手としてとかじゃなくて、一友人として心配なんだよ。左は蹴れるけど右足では蹴れない。なるほど。よっしゃ、みんな辰彦釣られたぞ。辰彦とスパーリングしたら右足思いっきり蹴ります。引っかかったわこいつ、ざまあな。もしスパー組まされたら思いっきり右足蹴り上げてやろう、とどめさそう勝てる勝てるぞ。その4月が6月まで伸びるんだよ。これで俺とやるのちょっとプレッシャーになったはず。こういうね、あのスピリチュアル攻撃を仕掛けていくからね、俺は。スピリチュアルなダメージを蓄積してプレッシャーを与えていくから。サーキットは10分かからないぐらいじゃないですか。1種目30秒インターバル、10秒で6種目2週か、きついな。え、それ練習後にやってるんでしょ、頭おかしいでしょあれ、サーキット、あ、そっかはずそうだね、俺ボクシングルールだった、蹴れねえわ、反則だだわ。いや、だからあわよくばそうだ、俺ボクサーだ、キックボクサーじゃないんだ、忘れてたわ、ごめん間違えたっつって蹴っちゃうガードが異常に高いなみたいな、脇が開いてるぞっつって、あいつ蹴る気満々だな。そっか、辰彦な。あ、でも辰彦対戦相手は本当お気の毒だよな。っていうか、辰彦ファイティング、なんだっけ、ファイティング原田さんだっけ、誰かなんかクソ強そうな人いたじゃん。あの人でも良かったんじゃないのかね。なんだっけ、パシフィック西村さんだっけ。パシフィック西村さん、ファイティング原田さん、なんだっけ。なんか、すごい強そうな人いるよね。なんだっけ、ティム・バートン岡田さんだっけ、なんだっけ。名前忘れちゃったな。誰かわかる？めっちゃ強そうな人いるでしょ、体ムッキムキの、なんだっけ、まあ、いっか。あとどれ、ファンタジスタさんだ、そうだそうだ、ありがとう、ファンタジスタさんだ、全然違ったわその人。
仕上がってるね。俺はもう怖くて怖くてしょうがないよ、正直なところを言うと。怖くて怖くてしょうがないよ。情けないけど、顎の骨が割れる夢とか、あばらえぐられる夢とかばっかり。修行が足りないっていうか精神力の弱さだよな。格闘技って精神力大事だもんね。強いんだよ辰彦は。心が普段から鍛えてる人だから心が強いんだよ。もう俺なんかさ、要はオタクじゃん、口だけやろうじゃん、だからもうこういう時はもうブルブル震えてるよ。震えて眠れっていう、半年間もって半年間俺震えて寝てるんだよ。のんちゃんフェラしてって言いながら。プレッシャーねえんだ。まあでもね、ステージで何回もやってるからね。仮想通貨やんないっすね、ヒカルさん。ルパン三世。いやーすごいわ、それは。それはすごい。素晴らしい。強い、強い。強さって何ですか？だよ。強くなりたいな。強くなりたいし、なんか自信を手に入れたいね。なんかその強く生まれてる人っていると思うんだよ。ガキ大将とか、まあ格闘技やってるとか。そう、俺は陰キャだったから、そう学校の時とかも、なんつうんだろう、そういう体育会系なノリとかも分かんなかったし、でもなんかこう頑張りたいよね。うまくトライしたいっていうか、乗り越えたいね。多分勝つことができたら自信につながると思うんだよね。もう言い訳する条件なんか一つもないじゃん。練習する機会がある、ジムにも通わせてもらってる、機材は全部リスナーさんから支援いただいてる、時間もある。もうただ努力するだけじゃん。ステージにも上げてもらえるわけだし、もう負けたら全部自己責任だからね。言い訳なんか一つもできないよ、もうこれで勝てなかったらいつ勝つのっていう、2回もチャンスもらえるなんて思わなかったかな。負けた選手で出れるの俺と宮城くんと誰だ、俺と宮城くんさんと宮城さんとあと誰だ、俺と宮城さんだけ、なんかでも嫌な予感すんだよな。いや俺初めの一歩今日2本見たわ。ブライアンホーク戦とのんちゃんで2人で見て、高村って2人で言って、その後なんかのんちゃんがね初めの一歩詳しくなってんの。木村はダメだなとか言ったりとか目が光った時はチャンスだとか言って、のんちゃんが面白いの。あ、高村の目が光った、これは逆転だとか言って、なんかねアニメ版の初めの一歩とか動画見まくってるから、なんかねのんちゃんが詳しくなり始めたの。初めの一歩は面白いなとか言って、のんちゃんと一緒に初めの一歩見てる面白いでしょ、二人でねご飯食べながらね、ずっと俺がボクシングの動画か初めの一歩か、のんちゃんがだんだんねオタク化してきたから面白いでしょ
一緒に初めの一歩見てますよ。でもいい漫画だよね、初めの一歩は。ブライアンホークとかさ、あの辺が一番ピークだよね。65巻ぐらいが面白い。でも最近その一歩が負けた時のそのお母さんのセリフがすごい良くて、どうなってくのかなっていう。今後一歩3連敗したんだっけ。もうちょっとなんかグダグダになってきてるけど、うん、一歩がパンチとなんかぶっ壊れてっかんのよ。もう治んないからね。あれどうやって収集つけるんだろう。よくわかんないよな。面白いですね。俺が好きなキャラなんだろうな。やっぱ一歩かな。一歩か。一歩が好きなのと。マシバ VS 青木戦も良かったよね。俺あのセリフ好きなんだよ。これっぽっちの根性が俺にはなかったってさ、河原で泣くシーンがある。たったこれっぽっちの根性がなかったって泣くんだよね。あれすごい名シーンだよね。一歩の試合で一番好きなのなんだろうな。やっぱ仙道か。ベタだけどララパルーザ。初めの一歩はもう小学生の頃から読んでるからな。また全巻集めたいな、初めの一歩。じゃあ皆さんお疲れ様です。そろそろ、終わりにしたいと思います。最後に告知だけさせてください。ですね、ステッカーの方を販売しております。DM か LINE にて受け付けてますので、もしよかったら、ステッカー購入していただける方、活動費になりますので、こっちが限定品です。これが、残り160枚、ステゴロ2ステッカー、これ500円です。で、この赤色のステッカー、黒色のステッカー2種類あるんですけど、これ名刺サイズですね。ちょっと大きいサイズはこれ1000円で売ってますので、送料200円別途いただきますが、ぜひぜひお買い求めください。よろしくお願いします。飯が食えないと生活ができないっていうね、こじき根性があるんで僕には。捨て頃の前に死ぬ可能性、餓死する可能性があるんだよ僕。皆さん食わせてください。それじゃあ皆さんお疲れ様です。フォローよろしくお願いします。お疲れーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。